どうやって戦えばいいんだ。2022年秋アニメなんですが、まあ、土曜日がすっごいことになってます、はい、土曜日配信されるアニメについてあれこれ語りたいと思います。まずぷいぷいモルター2期があります、うん、モルターはまあ短編アニメだからいいんだけど、まあ、それに加えてまあ継続して、まあ、特撮だけどウルトラマンデッカーと、あと1ヶ月で終わるけど、まあ、ドラクエ大の大冒険、あとまあ忍者らとシャドウ バースもあればなんで、まあ、その辺ちびっこ向けは良しとして、でここに加えて聖剣伝説 LOM とアークナイツも、まあ、金曜日アニメなんだけど、まあ、次の日の午前中に配信されるんですよね。まあ、アークナイツと聖剣伝説は、まあ、そんな感じで、まあ、お昼に見ればいいとして、深夜がマジですごいんですよ、うん、まず最初に勇者パーティーを追放されたビーストデーマー最強種のネコミュー少女と出会う。農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなった。悪役レジオなのでラスボスを勝ってみました。これらのクソ長タイトルなろう3部作、ちなみに全部出版社は別なんだけど、この3作が続いてくると、うん、まあ、この辺に関してはまあ趣味の問題なんだろうけど、ちなみにまあビーストテーマが一番気にしてます、結構可愛いから。で他がうざきちゃん2期が挟んできて、次がまあ、スパイファミリーの2期と2クルメとポプテピピッククソアニメの2期が始まると。さらにアニプレ枠で高級のカラスとボッジザロックが続いて、でさらに講談社の方でブルーロックっていうちょっとすごいサッカーものと、まあ、4人はそれぞれ嘘をつくっていう、まあ、個人的に監督を応援してるから見たいやつがあって、でさらに継続で歌われにも最後のやつやると。いや、ほんとここすごいなと思ってて、まあ、数えてみると、まあ、アークナイツと聖剣伝説入れても18タイトルだし、まあ、ちびっこ向きなしでも、まあ、11作ありますと。めっちゃくちゃ多いっすね。しかもスパイファミリー、まあ、アーニャとポプテピピックのポプコとピピニの合うから、もう本当にここなんか層が厚い感じして、まあ、うざきちゃんとかもいるし、まあ、これ激戦区だなと。日曜日があるからって言って土曜日ここまで流れてもちょっときついなってのがありますね。うん、ちなみに個人的にボッチザロック、まあ、結構当たるかどうかちょっと難しいところだよっていうのはこういうこともあります。うん、なんかいやでも個人的にはなんとか全部追いついて見ていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。以上です。